いいでしょう。どう？あんまり普段やらないんですけど、あ、今日はやってみました。絶対やらないんだけど、本当にやってみました。いい感じ。今日はリリーベでいってた。明日は駒澤大学さんでの文化祭に出てきます。学園祭に出てきます。でもサイドポニー見納めかもね。いや、めっちゃ可愛かったんだよねこれ。でもちょっとしっくりきてない、まだ。なんか慣れない、この髪型してる自分に。そう、この髪型の自分に慣れてない。そう、明日は低めのチュインか、低めツインテールか、あの編み込みのハーフアップ、かわいい、ちょっとなんかふわふわ系のハーフアップにしようかなって思ってます。対戦よろしく。今日ね、アサイ食べてきたんだ、みんなで。美味しかった、秒でなくなった。アサイってすぐ食べ終わる。本当にすぐ食べ終わった。お腹に一味、まあ、たまるけど、うん、なんか私はちょっとあれを一食で置き換えたらなんかストレスで爆死にしそう。お腹すいたよってなっちゃいそう。でも昨日もちょっと夜ご飯食べに行っちゃったんで、食べ過ぎ。昨日夜いっぱい食べちゃったんだよね。お友達とご飯食べてきて。夜ご飯食べちゃったから。まあ、浅い食べたけどしっかりご飯食べました。もちろん。あの、かぼちゃの。かぼちゃが美味しいな。かぼちゃ食べたね。美味しかった。満足。でもちょっとさらにデザート食べたいなっていう気分。よろしくない。よくないね。ご飯食べたい食べたい。お腹なんか食べてもあんまりお腹いっぱいにならないんですよ。本当にすぐにお腹空いちゃうし、困っちゃう。本当にどうしたらいいんだろうって感じ。なんか結局どっちがいいんですかね、小食と大食いって。どっちがさ、人生で得すると思いますか。どう思う。大食いしたらさ、もう食費がさ大変なことになるでしょ。でも小食はさ、美味しいものいっぱい食べれないでしょ。どっちがいいかな。うん、でもやっぱ美味しいもの食べたいよね、私って思っちゃう。でも私今日昼間マジで全然食べてないんです。スタバ朝寄って、スタバのティーラテとワッフル買って、それぐらいしか。それとスープ、
家で作るスープしか飲んでないんです、今日。本当にそれしか食べてないかったから、アサイと夜ご飯食べても全然いいと思うんですよって自分の中で思ってんの。そう、だから全然 OK。 全然いいよね。これサイドポニーでもめっちゃサイドポニー好評で嬉しかった。みんなすごい可愛いって言ってくれて、嬉しい。サイドポニーちょっとだけ解放、なんそう、ちょっとだけピンだけ取ってみようっていう。明日髪型どっちがいいかな、でみんなに投票してもらってもさ、やらない可能性そっちにしない。いや、あの低めのツインテールとハーフアップ、どっちかはもう確定なんだけど、どっちにするか決めてないっていう。あれなんですけど、ね、でもちょっと最近寒くないですか？最近、明日衣装分かったよ。衣装は分かる。でもあのハーフアップかツインどっちでもめっちゃ合うと思う。今日も寒かった、雨降ってて凍え死ぬかと思いました。寒い、どっちにしようかな。雨もすごかったのに来てくれてありがとうございます。本当に今日も来てくれた方ね、帰りも雨降ってて早々に朝に食べてみんなで解散しました。寒、お風呂入ろう。明日8時半ぐらいに起きよう。7時、うん、いや、まあ7時ぐらいに起きれたらいいけど、8時ぐらいに起きようかな。なんかでもポニーテールみんな好きですよね。なんで？なんでポニーテールがいいの？ポニーテール人気高いイメージある。揺れるから、ツインテールも揺れるよ。爽やか、揺れるから、触覚なんやなんや、清潔感、なんで？みんなポニーテール好きだよね。ポニーの揺れが、ポニーテール初恋の子がやって、どういうこと？全然わかんない、全然わかんない。私はツインテールが好き。学生っぽいね、こういうことでしょ。私アニメでさ、こういうシーン好き、
こういうシーン好き。春日とかやってるのいいよね。でも何がいいか私も分かんないけど好き。何がいいんだろうこうやって。何がいいんだろうこれ分からない。私も好き、このこういうアニメのシーンとかあったら。でもなんでか分かんない。可愛いよね。分からんいや本当に分かんない。何がいいんだろうね。面白いよね。でも分かる、そういうのあるよね。うん、説明できない良いっていうやつ。自分は自分的にめっちゃ好きっていう。分かんのかな。ね、不思議。今日は湿気がすごかったな。そうそう。いや、なんかさ、寒くて私もうこの季節まだ10月末とかからモコモコの靴下をね履き始めてるんです。もう足先エルサって昨日ウィバースで言ったんだけど、本当に足なんかもう末端がすごい寒くて、なんか部屋あったかくしたりして、もうお風呂布団入ってもマジで手足の先だけ寒いんだよね。うん、寒い、めっちゃ寒い。もこもこ靴下が必須ですもん。でもなんかやっぱ秋なかったなと思いました。靴下履いたまま寝れる、全然寝れる。めっちゃ暑いけどもう着圧ソックス履き、さらにもこもこ靴下履き、長袖のパジャマのズボン履いたりできる。靴下なんで履けないの？履きながら寝れないの？全然良くない？足もこもこで私結構好き。もこもこ靴下普通の。でもなんかもこもこがちょっとなんかあれちっちゃいやつはなんかあれだよね、すぐ脱げるけど、めっちゃでっかいモコモコの靴下はなくなんない。布団かぶっても床暖つけても寒いんだよね、足先だけ。これ謎、一生謎い、冬の一生の課題。でもティー飲んで寝る前に、最近もう寒いから寝る前にティーを飲んで温まって布団に入る。昨日寝すぎて夜、昨日っていうか昨日の一個前の夜いっぱい寝たから昨日全然寝れなくて、もう私部屋真っ暗にして寝るタイプなんですけど、絶対本当に、いや絶対寝ないとやば。あ、27日やったー、ありがとうございます、ありがとう、やった、あとちょっとで1ヶ月。そう、結局ゲームや、まあ、ゲームバイキングライズやったりしてたけど、
4時前くらいに寝たんですけど、結局本当に寝れなくて目がもうかっぴらいちゃって、でもさすがにいくらなんでも寝ないと、なんか中途半端な時間に寝たら起きれないじゃないですか次の日。さすがに寝ないとやばいと思って、奥の手でもう最終奥義ホットアイマスクつけて寝ました。あれつけた瞬間にさ2秒でさコクっていけるのってすごいよね。いや不思議。あもう部屋真っ赤ない目がこんなバキバキ開いてて全然寝れなくて、ホットアイマスクのおかげびっくり。あれつけた瞬間さもうスーってなんかどっかに連れてかれた。だからもう昨日は頭から足先まで完全防寒でした。もう目まであったかい、目もあったかい、上半身もあったかいし、靴下の足先までもこもこあったかいみたいな。めちゃ寝た。でも今日眠くなったわ途中休憩時間寝た。そう、みんな冬は何着てます？パジャマ。パジャマ何着てるの？寒くない？やっぱモコモコパジャマってめっちゃ暖かいなって思いました。 T シャツじゃ寒くて寝れねえよ、モコモコ系のパジャマ寝れるって。去年 GU でひなちゃんパンダさん買ったんだけど、どっか行ったな、伊豆湖へ。 GU スウェットユニクロのパジャマ、でもなんだかんだ そうだよね、そういうのが寝やすいよね。ジャージ、いやまあ正直ひなちゃんも学校ジャージ着てる全然。買ったんだけどな、なんかあのエルモのモコモコパジャマはあのエルモさんが邪魔で部屋着パジャ寝はしてない。あの握手会で来たんですけど、エルモさんゼロピケのねエルモさんがいるんですよ。真っ赤なあの頭にエルモさんがいまして、ここに目があって、そう寝るときちょっと邪魔だから部屋着扱い。めっちゃモコモコ。でもさ足は短パンなんですよ、可愛いんだけど。そうセサミストリートのエルモさん、まあ、全然寝れるけどね私、何着てもどこでも私寝れるから別に気にならないんだけど、そう違うジェラピケのモコモコ、あとこの前買ったハロウィンのモコモコとか GU のパンダさんとか、本当に GU のパンダさんどこ行ったんだろう、買い直そうかな。ね、違うパジャマにしようかな。寒いね。でも一番の問題は暖かくして寝たら朝起きれないっていうことなんですよ。そう問題はそこです、全然起きれない。でもさ寒くて起きるの目覚め悪いじゃないですか。冬めっちゃ冬好きなんですけど、冬の嫌いなところはそこ、本当に起きれないところ、布団が暖かすぎて困るよね。いや朝苦手なんです本当に。目覚ましあっても起きれるんだけど、お布団から出るっていうところが一番の山場、クライマックスって感じなんですよ。暖房つけたらパサパサになっちゃうんだよね。暖房はあんまつけてないんだよね。だからもうお布団自家発
自家発熱で寝てるよ。さ、まだね、さすがに冬になったらつけるかもしれないけど、今自家発熱で寝てる。あったかいんだよね、お布団。あるよ。朝苦手や。もう圧倒的夜派、夜得意派。困っちゃうね、絶対夜型よりさ朝型の方が得しないって思うの。困るよね本当に。眠いなって、いや今もうちょっとそろそろ眠くなってきたなって思うんだけど、全然多分起きちゃう。結局でも寝るの好きだから早く寝たい気持ちもあるんですよ。うん、朝苦手。どうやったら得になるんだろうね朝って。本当にわかんない。平均睡眠時間、何時間だろう。今日とかは、今日は何時に起きたっけ。でも4時間ぐらいじゃないですか。全然もっと寝れるんですよ時間的には。4時間ぐらいかな。全然寝れるんですよ本当に。全然寝れるんですけど、目がもう開いちゃって夜。全然寝れるのに、寝れる時間にお布団にいるのに結局寝るの遅くなるんだよね。いやそう、私ビバースってだいたいねおやすみって言ったりするんですよよく。だけどそう今日とか本当におやすみ遅かったと思う。3時40分ぐらいにおやすみって言った気がする。嘘、3時半とかからかな。結局4時ぐらいにもう寝れなくて、ホットアイマスクつけて。朝何時に起きたっけ今日。目覚まし8時に起きた今日。8時に起きました。だから、まあ、4時間ぐらい携帯見ちゃうんだよねずっと。いやわかんのよ、わかんの、わかんの。二度寝が一番気持ちいい、わかんの。わかるんです、わかる、めっちゃわかる。なんなら二度寝三度寝、もう三度寝ぐらいはもう思考の時間って感じ。そうわかる。でもさ良くないよね。一回二度寝したらもう終わるよね。パッと起きたい、やっぱりなんか気持ち的にも。二度寝して起きてもあと5分あと5分って伸ばしちゃうの。だから本当は一発で起きたい。明日一発で起き、明日は7時に起きる絶対。じゃあ明日7時に起きるわ。7時半とかに起きるって決めた明日。だから12時半ぐらいに寝る。あ、まあまあ12時半か1時に寝る。うん、なんか私12時半に寝るの早いなって思うんだよね。7時間も寝れちゃうんだよそれで7時半に起きたら。7時間なんて神じゃない。朝無理やりショールーム、いやもう顔がパンパンで誰か認識してくれなくて、あれなんか部屋間違えたって思われちゃう、みんなに。みんなに部屋間違えたって思われちゃう。
いつの間にかあれ、これはもしかしてハロウィンのクマさんいる。わ、見逃した、ひなちゃん。いやー、やらかしやらかし、見逃したんだけど、困ったな。わ、見逃しちゃった、ごめんなさい。1位のミズさんかな。ハロウィンのクマさん、ありがとうございます。多分合ってるかな、後で教えて。いや、2時間7時間寝る時は神。いや、本当に神なんだよ。神だと思う。12時半に寝るのってもったいないって思っちゃう、本当に。7時間も寝るのってめっちゃもったいないって思ってしまう。そう。でもかといって昼も起きてられるわけじゃないから、全然寝たい、全然寝た方がいい。でも寝ても寝ても私昼間眠くなるんですよね、絶対。これも困る。なんか何がいいかって、寝ても昼間眠いから、だったらもう良くないって思っちゃうんです。たとえ12時間寝ても眠くなるんですよ。だったらもう同じじゃないって、短くてもって思う。でもやっぱ何回も言うけど、私多分会社員になれない。だって仕事中寝ちゃうもん、絶対。仕事中絶対寝ちゃうし、無理だ。同じ時間にお家出れるの無理。パソコン、なんかずっと同じパソコンカチャカチャとかしてたら多分もう眠くなってコクコクしちゃう。絶対無理だ。さあ、私とかはさ、絶対起きなきゃいけないからさ、もう本当に、だって踊ってて寝るわけにいかないじゃん。だからデスクはダメかも。デスクワークもうずっとこうなっちゃう。適当にパソコンポチポチしてたら定時になってる。嘘つけ、嘘つけ、嘘やん。嘘、昼休み基本寝てる。それいいの？でもご飯も食べるよね。毎日仕事の時睡魔とか、どうして大変だな。かわいそう。大変、仕事。本当に大変だなって思う。これも何回も言うけども、マネージャーさんとかにスタッフさんとか絶対ちゃんひなって働けないって何回も、もう何回も耳にタコができるぐらい言われる。絶対働けないねって。よかったね、合格してってめっちゃ言われる。いや、ほんまにそうって、本当にそうって自分でも思っちゃう。よかった、ひなちゃん。そもそもでも内定もらえない、多分。ああ、ニートになってしまう。内定もらえなくて困ったな。困った、それは。内定がまずもらえないわ。そこでつまずくじゃん。大学に合格するか、大学卒業できるか否かの壁、内定をもらえるかの壁、内定をもらえるかの壁で、じゃあ新入社員で入ったとして仕事を覚えられるか否かですよ。もう就職者たちも、あ、使えないって思われそう。何回もさ、印刷の教えてんの一生覚えないんだけどって思われそう。 Excel の使い方ぐらいわかるでしょって怒られるかも。無理だな。
だからさ、プレゼン資料はさ、こうやって作るんだよって言ったよね。この企画案の提出期限は今日だって言ったよね。ちょっとこのここの修正やっといてくれるって言われても、はあしか言えない。ドラマの世界みたい。うん、私の今の想像はドラマ、まあ、ドラマが今頭の中であったけど、こういうイメージね、会社って。はぁって言って、はぁって言って、あの今年入ってきた久保ひなのさんってこう全然仕事できないわねって言われて、即リストラ。ああ困った、本当に。もうよかった AKB になれて、人生めでたしめでたし。いやー天職ですわ、人生めでたしめでたし、安心安全よかったな、全然問題ない。就職決定。まあ結果的に私 AKB48 に就職したので問題なし、全然問題なし、就職という壁を乗り越えました。グッジョブグッジョブ。いやーよかった、就職できてありがてー。なんだそれ、そう素敵。お、来世は AKB 入ろう。お、いいよいいよ、来世私も AKB、 来世も入るわ。同期だね、同期、同僚だね。同期になれるかは分からんが、同僚だな来世。みんな来世一緒に同僚になろうな。おもろいね、やったー、来世同僚、同期になる、同期。え？同僚にはならないの？おもろいねみんな。まあまあ来世の話はしてもあれだから、まあ今世、今世で私頑張ります。今世でもっと頑張るぜ。みんな就職して安心やな。私も就職してるし、できたし、みんなも毎日お仕事頑張ってるし、素敵すぎ。グッジョブグッジョブ、結果オーライ、応援してますみんなのお仕事、本当に本当に応援してる。みんな毎日偉いなって思ってるよ。えらい。ランキング見ます。これはあれかな、いやいける気がする。ひなちゃん順位、これ今日よし、いきます。13位、ジロリンさんありがとうございます。12位、シンコバさんありがとうございます。11位ゾンネさんありがとうございます。10位、ふわふわさんありがとうございます。9位、ももの旦那さんありがとうございます。8位、スロキチさんありがとうございます。7位、ひらばさんありがとうございます。ん？ 8 位か、間違えたわ。8位、平和さんありがとうございます。7位、ゾン、あ、なんか、ん？
時がワープしてもうよく分かんなくなったんだけど合ってるよね。7位ゾンネさんありがとうございます。6位 DD ジュンさんありがとうございます。5位ツナちゃんありがとうございます。4位ももちゃんありがとうございます。3位356たけさんありがとうございます。3ってね、ありがとうございます。2位コナンくんありがとうございます。そして1位ひげのみずさん、多分たわみずさんかな、ありがとうございます。嬉しいです。今日も皆さんありがとうございます。ありがとう。あれ合ってた、これ合ってなかった、パティン分からんやい。分からん。皆さん今日もありがとうございました。ありがとう。今週あれですよね、3連休なんでしょ。知らなかった。みんな3連休楽しもうね。いやーほんと3連休大変だ。嬉しいね。3連休終わった後の火曜日とかもう死にそう、絶対ひなちゃんだったら。強く生きような。明日もアンレームイベントあります、みんな待ってるね。6日は HMV の渋谷さんで、渋谷店さんであれです、インストアイベントあるので多分無料で見れると思いますので、はい、ぜひぜひ。イベントもいっぱいありますので待ってます。そう、ありがとうございました。私11月23、24の最終受付、あの昼寝、お昼寝パタッと意識飛んで宣伝し忘れました。オーマイガー、最悪。 AKB のあのツーショット写メ会、なんかもし次あのまた第4販売とかあると思うんですけど宣伝します。はい、ぜひ皆さん来てください。大変申し訳ございませんでした、本当にそれに関してはごめんなさい。忘れてたら告知するのごめん。次は絶対します。ごめんね、ありがとうございました。またね、みんな早く寝るんだよ。おやすみ。